紹介しますけど、すごく切ない歌。この歌曲をもらったときは、意味が最初は私はわからないんですよ。いつも篠先生なりと綾子先生が説明、私に説明してくれますけど、最初は感情が入ってなかったけど、このメロディーを感じて感じました。バイオリンの白い月は。今は 99.8% 意味わかります。では、バイオリンの白い月聞きます。聞いてください。